皆さんこんにちは。日本は日常に使用する資源を輸入に依存しており、これまで皆さんご存知のオイルショックなどがあり、生活が脅かされてしまったことがありました。しかし、ついに日本が脱石油依存に向けて動き出しました。人工的に石油を精製する技術を開発したのです。その精製コストはなんと従来の10分の1。価格にして1リットルあたり約10円になるとのこと。今回は日本を資源大国にする可能性のある人工石油について解説していきます。2023年1月、大阪府と大阪市の支援のもと、人工石油の実証実験が行われました。この実験の主催者は、サステイナブルエネルギー開発株式会社、宮城県仙台市にあるバイオマス発電システムを構築する企業です。大阪府、大阪市、そして大阪商工議会の3社が支援し、花博記念公園鶴見緑地にて実験が行われました。人工石油を精製する装置の名前はドリーム燃料製造装置。材料は水、空気中の二酸化炭素、種油、それから電力の4つ。まずは水を光触媒によってラジアル水にします。そこに種油と二酸化炭素を加えれば完成です。光触媒は光を吸収して化学反応を促進する物質の総称。身近なところで言うと、光合成も光触媒で起こる反応の一つです。もちろん水は光が当たっただけでは化学反応を起こしません。水は本来非常に安定した物質ですから、触媒を使用して反応を起こしています。詳しく説明すると、二酸化チタン、プラチナ、鉄などを水にさらして、その上でブラックライトを当てるとラジカル水ができます。ラジカル水というのは、簡単に言うと通常の水より化学反応を起こしやすい水のこと。通常の水とラジカル水の大きく違う点は、酸素と水素からなる通常の水とは違い、一酸化炭素と水素で成り立っているということです。このラジカル水に種油と二酸化炭素を加えると完成です。今回開発されたドリーム燃料製造装置を使えば、簡単に人工石油を精製できます。化石燃料の枯渇や二酸化炭素の増加による地球温暖化が問題視される中で、エコでクリーン、しかも簡単に製造でき、かつ安価な燃料ということで、船舶や自動車、航空機の分野で特に注目を集めています。何か大きい施設や設備が必要なのではと思ってしまいますが、この人工石油には施設面でも大きなメリットがあります。ドリーム燃料製造装置の大きさはコンテナ1台分。できる燃料は常温常圧で、保存設備も不要、お金も場所も比較的少なくて済むので、非常に容易に管理できます。人工的に石油が精製できるとなれば、燃料の枯渇問題にも対処できます。2020年末の時点での石油量は1兆7324億バレル、約276兆リットルです。とんでもない量に感じますが、現在の計算だとたった54年で掘り尽くしてしまいます。もちろんこの数字は現在見つかっている油田という前提があるため、数字は変動します。昔からずっと残り40から50年くらいと言われていますが、数字が変わっていない理由は新しい油田が見つかっているからですね。最近だと中国で1億トン級の超巨大油田が見つかりました。ただそこにある石油の量とそこから取れる石油の量は違います。中国の油田の場合、取ることが可能な石油の量は2000万トン。これを全部ガソリンにすると1万台の車を30年維持できる量です。ちなみに日本にも北海道や秋田など数箇所油田が存在します。日本最大の油田である秋田県矢橋油田では年間8000トンを今でも生産しており、実は日本国内の 2% はこの矢橋油田から採掘されています。しかし生産量が少なすぎて国民全員分を賄うには全く足りません。そのため世界の原油埋蔵量の約 50% を持つ中東に石油を頼っているのです。残りの 50% のうち 30% はアメリカ大陸、残りはロシアやアジア、アフリカに点在しています。2020年末時点では世界最大の確認埋蔵量を持つのはベネズエラ。長期間1位だったサウジアラビアは2010年以降2位となっています。実は日本は以前にも人工石油を作ろうとしたことがありました。その名も人造石油計画。なんとも怪しい名前ですね。
始まりは昭和11年、約7億7千万円を投じて7年にわたる計画を始動させました。この7億7千万円、現在の金額ではなく当時の金額です。今の貨幣価値に換算するとなんと15兆4千億円。東京大阪間のリニアモーターカーの建造費が9兆円ほどと言われているので、いかに莫大な費用を投じたかがわかりますね。当時の日本はこの計画に莫大な資金を投じるほど石油に関して追い込まれていたのです。これだけの資金を投じたので実験自体は成功しました。しかし鋼材の不足、知識不足、コストなどの理由から実用的な燃料が生み出せずに終わってしまいます。数十年経った今、少し名前を変えて復活したのが人工石油。前回の失敗の原因の一つだった生産コストも圧倒的に低く、材料も安価で、かつ大量生産が可能。人造石油の欠点を補った人工石油の開発に成功しました。世界の原油生産量は石油消費の増加とともに年々増加しており、1973年の1日5855万バレルから2020年には1日8839万バレル、約 1.5 倍に増えています。ただ石油を使えば使うほど環境汚染は進むため、世界も対策を講じています。 OECD をご存知でしょうか？ OECD というのは経済協力開発機構の通称です。ヨーロッパを中心に日本やアメリカなどが含まれていて、経済成長、開発途上国支援、多角的な自由貿易の拡大の3つを目的とした国際機関。実はこの OECD にだけ焦点を当てれば、石油消費量は減少しています。原子力や天然ガスなどの別の動力源、さらには自動車の燃費改善や石油価格の上昇などによって石油の使用機会が減ったことも関係し、先進諸国では石油消費量は減少傾向へ。逆に OECD に含まれない国では発展のために燃料を大量に消費するため、むしろ増加傾向にあります。では石油は主に何に使用されているのでしょうか？一番割合が多いのは車や飛行機、船などの輸送。これだけで全体の約 65% を占めています。プラスチックなどの石油化学原料が約 12%、 家庭用の燃料は 2% ほどです。移動するときも生活するときも石油に囲まれており、私たちの生活になくてはならないものになっています。そのなくてはならない石油が人工的に作れるとなれば、生活にかかるあらゆるコストが下がっていく可能性もあります。簡単に作れるといっても、実際1リットルを作るのにどれくらいの原料が必要なのでしょうか？ドリーム燃料製造装置を開発したサステイナブルエネルギー開発株式会社によれば、合成燃料1リットルを作るのに種油10リットルとラジカル水8リットルが必要とのこと。これだけ聞くと種油を9リットル損しているように感じますが、この種油10リットルは使い回すことが可能。ラジカル水の残りは排水されますが、そもそも水なので環境的に問題はありません。そして1回の生成にかかる時間はおよそ3から5分。種油を使い分けることによって生成できるものも選ぶことができます。種油が軽油なら軽油、灯油なら灯油が生成可能です。ちなみにこのドリームエネルギー製造装置、リースもしているそうで、なんと月額費用は50万円。高く感じてしまいますが、設置費用込みで計算しても人工軽油1リットルあたり約50円ほど、現在の半分以下の値段で手軽に手に入れることができます。場所も取らず、エコに、そして安価にクリーンな燃料を生成できる、まさにドリームなエネルギー製造装置です。株式会社富士経済のカーボンニュートラル燃料の世界市場の調査によると、液体カーボンニュートラル燃料は80兆347億円。これは自動車用燃料が市場を牽引し、航空機燃料で置き換えが加速されることから予測されています。そして、今回の人工石油関連の市場規模は、なんと20兆4721億円。ヨーロッパではドイツや北欧エリアでの生産が進むと予想されており、南米エリアのチリなどでも実証プラントの計画、そして取り組みが進んでいるようです。日本でも経済産業省のグリーン成長戦略にて2050年までの合成燃料のロードマップが示されており、技術開発や実証事業が進んでいます。
2030年にはプラント建設が世界的に進み始め、輸入や国内消費も増加していくだろうと予測されています。これからの日本の燃料事情がガラッと変わるニュースですね。ということで今回の動画は以上です。このチャンネルでは日本のニュースとその背景をお伝えする動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。